松下浩二の今夜もカントマン。松下浩二の今夜もカットマン。じゃあ次バック見てみますね。バンド。で大体一般的にカットマンはバックカットの方がやりやすいんですよ。でなぜかというと。まあ、肘を中心としてこうスイングが安定しやすいんですよね。でフォアは空間があるのでいろいろなこうスイングができてしまうんですよね。まあ、その分遠くに打たれた時に取りやすいんですけど、まあ、手が、体の後ろにあるので大きく振りやすいんですけど、バックカットの場合は手が前にあるのでどうしても体に当たってしまうんですよね。で、体に当たってしまう分、余計な動きをこうできなくなるので、安定感がやっぱりあるんですよね。で、肘を中心にして、で、スイングするんですけど、まあ、これも同じように、右足を前に出して、じゃあまたやってみます。そうだね、基本的にあんまり飛ばないんで、なるべくこう相手の卓球台の奥の方に
ちょっと下がってボールを待つような感じで、で少しイメージ的にこう山根になるような感じだと、もっともっと。でこう山根になって入るようになったら、どんどん高さを低くしていけるみたいな、ね、最初からこう低いところ低いところを狙うと、ちょっとした誤差でミスしちゃうんですよ。最初はこう少し高めに、はい、ありがとうございました。じゃあお願いします。まあ、カットをそのミスしないコツっていうのは実はあってですね、もう絶対 100% 入るんですよ。で